どうもこんにちは、こんばんは、シュシャです。ココイカです。はい、ということで今回はベスト9第2弾登場ということで、早速まるまる連ガチャ引いていきたいと思います。はいはい、ということで、まあなぜまるまる連かと言いますと、ココイカ説明よろしく。はい、まあ、有原選手が出たら即ガチャ終了ということで、マックスは90連までなんですけど、有原選手出た瞬間もうガチャ終わりますということで、めでたく有原投手がバンって出てそのままカットインして動画が終了できるよう祈ってますので、はい、まあそしてなぜ僕が引かないかと言いますと、はい、金銭的に余裕がないからですまあそういう時もありますよね。はい、ということで、はい、やっていきましょう。はい、じゃあ10連目いきます。いや、記念すべき第2弾の最初のガチャです。さあ、まあラインナップ見るとね、強い選手ばっかりで、まあ心躍るようなメンバーが多かったですが、割れない。さあ、多分僕の声は届いていないのかもしれませんが、お、岩下選手多分届いてないですね。あ、ごめんなさい、ちょっともう、お、連続2位。あれ、リアタイ使えるんだっけ。使えるとは限らないね。あ、めっちゃ出んな。めっちゃいい引き。はい、じゃあ行きます。最後、まあ、A ランク4枚ということで、割と幸先のいいスタートかな。はい、じゃあ20連目行きます。さあ、今回は割と僕の話が無視されるということでさあ、その中で狙いは誰なんですか。まあ、やっぱり、まあさっき言った通り有原選手と、あと山崎康明選手が3100で、うん、あの12球団の DNA 枠なんで、うん、ちょっとスピリッツ上げたいなと思ってます。なるほど。はい、最後、じゃあ、はい、30連いきます。確定。はい、これでもう有原選手出たら速攻終わります。さあ、まあでもね、ほら結構今回、うん、まあオリックスの吉田選手だったり、ヤクルト山田選手だったり、目白押しですけど、割れました。まあ確定なんだけど、まあ、その中で、おー荻野選手いいですね。高橋選手いいですね。 A ランクが。さあ、はい、じゃあ記念すべき確定、大確定1人目。はや、もう動画あったや、もうやった。はい、ということで、はい、もう秒で企画終わったんだけどね。早っ、お前。そう、いや、まさか俺もここで終わると思って。早っ。